ごいちゃん行ってくんで、バイバイ。明日を開く鍵は今日のように無邪気。おそっす。おはようございます。ご視聴いただきありがとうございます。本日も最後までよろしくお願いします。はい、というわけで今日は月に一度の激アツデーということで、とある大きな店に来てるんですが、すごい人です。まだ8時30分過ぎなんですけれども、すでに 4,500 人ぐらいの人間が来てて、はは、日本終わった、終わってる。すごい人だ、平日の日から。俺も社会のゴミ、いやーゴミだー。はい、ということで今日も花火を狙って一撃万枚を目指して頑張ろうと思いますんで、最後までご視聴よろしくお願いします。行ってきます。早いね、今日はトークが。バイバイ。めっちゃ見られた。ナイチョー、覚悟を決めましょう。
ございました。自分の経験上あそこがもうやめ時と判断しました。だいぶ早いですよ。だいぶ早いですけども、やはり自分の経験値を信じます。56の場合はなんやかんや言うてもハズレがきちんとついてくる、あるいは最低でも10分の1、11分の1、それぐらいを推移するので、まあね、もうビッグ7回も当ててパンクが2回あって全然関係ないですけどね、絶対には関係ないですけども、多分自分の経験上はいくら子役が良くても多分今から下がっていくになるんじゃないかなと思います。今日の晩のデータを見てどうかってとこですけどね。狙い台に今日は着席ができたんですけども、自分の予想はあそこかもう一個あったんですけども、もう一個の方がいい感じに今レギュラーもきちんとついてきて連打もしてもう2000枚弱出てるような状態でしたね。ちょっと予想外のとこにも1台入ってそうな感じ。今日が3月のほぼほぼラストチャンスやったわけですが、もう厳しいかもしれない。ただ今から移動はしますが、移動先のお店が撮影ダメなところなんで、まあね、おかしいかもしれないって感じですね。はい、3月ちょっと厳しかったですけれども、4月は勝てるように頑張ります。あと稼働できても1日か2日なんでね、はい、まあ、それまではもう全力で頑張っていきたいと思いますんで、応援のほどよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。すいません。毎度いらっしゃいませ、社長。はい、どうぞどうぞ。はい、この前ね、社長思い出したんですよ、ようやく。あのほら、前言ってたYouTuber の、なにわ、つくねで、あはー、ありがとうございました。さよなら。つくね、食べたい。ありがとうございました。